こんにちは、手抜きダストでございます。劇場版ウルトラマン G のつなぐぜ願い、皆さん見に行きましたでしょうか。やっと折り返しました。ウルトラヒーローシリーズ48番、ウルトラマン G のウルティメイトファイナルでございます。なんか古い商品みたいな感じがするんですけど、新しいですからね。今回の遊びね、微妙だなって思ってて買わなかったんですけど、もう今しかないと思って今買っちゃいました。カルタの塗装は結構細かくてですね、グレーの成型色にこんな感じでシルバーとか赤、赤って言ってもちょっとオレンジっぽい朱色っぽい感じですね。で、溝にはゴールド塗装が入ってまして、肩のところにもゴールドがライン入ってます。で、腕のところ行くとやっぱ塗装色だけ入っちゃってますけど、まあ後ろ行きましょうか。後ろ行くといつも通りのね、こう塗装があんまりない感じで、今回ウルティメイトファイナルはウルトラマンエースを意識したってことなんですけども、結構上から見るとエースっぽいかなと確かに思いました。ちょっと斜めから見るとね、頭のね、角とかちょっとエースっぽい雰囲気しますよね。でですね、顔ですよね。やっぱなんつうか顔がね、劇中と全然似てない。超前週にですね、デザインが載ってまして、まあやっぱ多分ね、デザインが基準で作ったんじゃないかなと思います。多分スーツもできてない頃に原型したのかな。顔が独特の顔しますよね。まあ、コーデですからね。なんか顔の形も違うし、目も全然大きさ違うしね。すごい。全然違うかなって感じです。あと結構、ウルティメイトファイナルって、タグ見ればわかるんですけど、体の顔がすごい太いんですけど、そこまで太くない。そこまで太くない。タグカードがこんな感じで、ウルトラマンジード、ウルティメイトファイナル、身長51メートル、体重4万5千トン、必殺技が、ウルセントファイナル G なんでございます。はい、ということで今回は、ウルトラヒーローシリーズ48番、ウルトラマンジード、ウルティメイトファイナル、こちらご紹介いたしました。造形がやっぱ、微妙。まあ、体の模様自体も、まあ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 、すごいかっこいいし、塗装がまあまあ多くていいんですけど、まあ、ウルティメイトファイナルはね、なんかソフビ魂とかパーツとか欲しいですけどね。人形は顔が命ですからね。顔が微妙だと、ってなりますね。以上、デドキドスでした。バイバイ。